はい、皆さんどうも NHK 党参議院議員の浜田聡でございます。はい、えー、今回はですね、東京都の委託事業コラボに関するお話でございます。えー、こちらの話はですね、はい、SNS 上でまあ非常に話題になっております。今回の件で中心となって動いておられる方がですね、ハンドルネームがひまそらあかねさんという方でございます。で、まあ、この問題についてはですね、まあ、かいつまんでざっくりと お話をしていきます。東京都の委託事業、コラボというのがあります。まあ、これはですね、若年の被害女性をですね、まあ、支援する、などの、まあ、名目でですね、例えばバスカフェというか、こと、形でですね、夜にバスを使ったですね、まあ、カフェをオープンして、若い女性の方をですね、まあ、飲み食いさせたりという、まあ、そういうね、事業でございます。この国民の税金が使われているコラボ。 事業に関してはですね東京都に出された会計報告というのがあるんですけど、まあそれを見るとですね、ちょっといろいろとね、おかしいんじゃないかということをですね、ひまぞらあかねさんが指摘をして、住民監査請求をね、行ったところで、結論の部分をまあ簡単に言いますとですね、やはり東京都に対して勧告が出されたということでございます。でですね、この住民監査請求というのは基本的に行政側にすごい甘いんですよね。ほとんど通ることが ないんですけれど、それがね、通って、最終的に東京都に対して、まあ、勧告が出るということなので、まあ、おそらくなんですけれど、このコラボというのはですね、まあ、よっぽどずさんなことが行われているんじゃないかと思われます。まあ、私もですね、はい。先日の参議院総務委員会においても、このコラボの件については、まあ、一部取り上げさせていただきましたと。というわけで、画面の方を切り替えます。はい。こちらがですね、その、 ツイートとなります。まあ、ちょっとね、読んでいきましょう。コラボの不正会計疑惑について行った住民監査請求の結果全文です。はい、2月28日までに、遡って調べろ。不正があったら返金とかさせろ。区分守らせろ。こんなクソ報告書で通すな。えー、暗文しろ。他に流用すんな。宿泊、給食費に上限つけろ。ちゃんと指導しろ。と。 書いてあるわけですね、まあ、これがまとめになるわけですねというわけで、この下に付けてあるですね、実際の結論の部分をですね、お見せしたいと思います。それがこちらになります。以上の通り、本件生産には不当な点が認められ、その限りで本件請求には は、理由があるから、以下の通り、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。まあ、おそらく法というのは地方自治法のことだと思われます。というわけでですね、今回の住民監査請求の結果ですね、東京都にはそれなりに強い勧告がなされたのではないかと思われます。こういうね、東京都のですね、 委託事業が、まあ、ずさんな、ね、会計処理がなされているということに関してはですね 不適切だとは思いますけれど、まあ、結局、いろいろな情報を、ま、勘案するとですね、こういうのはね、もうしょっちゅう行われてるということでございます。おそらくね、氷山の一角だとは思いますが、今回ね、ひまぞらあかねさんがですね、これを指摘して明るみにしたということについて、非常に意義があることだと思います。結局ですね、こういうのをもう防ぐためには、やっぱりね、もう税収そのものをですね、まあ、減らしていくということで、歳出削減。 が必要なんだと思いますが、歳出削減のためにはやっぱりね、あの、減税というのがまあ必要なんだろうと思います。結局ですね、まあ、国民からたくさんのお金を取って配るというね、こういうことをね、しているから、こういう不正と思われることがまかり通るのであって、そ、そもそもですね、税金を下げて税収を絞ってしまえばですね、はい、本当に必要な支出のみに厳選されるわけでありますので、まあそういう意味ではですね、やっぱり減税というのはね、進めるべきなんだろうと、 思います。にもかかわらずですね、過去30年、日本はですね、もう増税、増税、増税ばっかりだったんですね。なので、まあ一応ね、私の政治家としての考えとしてはですね、国会においても、普段の活動においても、すべての増税に反対をするという形でございます。 コラボに関するお話を本日もさせていただきます。先日ですね、めったに通らないね住民監査請求がまあ通ってですね、東京都に勧告がなされるという事態がありました。で、話題となっているツイートをですね、今から お見せします。こちらになります。20代前半の女性だと思われますが、コラボにお世話になっていて、その際にですね、生活保護の不正受給をですね、片棒担がされたような内容となっております。情報の裏取りというのがですね、まあ、今後必要になってくる内容であるということは、まずお伝えをさせていただきたいと思います。ということで読み上げます。めちゃくちゃすごい暴露するけどさ、ちょっと前から話題になってる2頭夢ののコラボのシェルターに入って たことあるけど生活保護の不正利用あったよ生活保護を受けに行く時に私はめちゃめちゃ健常者なのに親の DV がひどくてうつ病になってるからしばらく働けないって言わないと生保もらえないからで当時未成年だったからこうとかよくわかってなかったけど今思えばこれって不正利用じゃないあとこれはよくわかってないけどシェアハウス型なのに家賃分生保でもらっていいの 家賃が7万の 3LDK で女の子が3人住んでるとしたらその3人から7万円もらってるけどそれで大丈夫なのわらというですね、こういう内容のツイートになります。この方のツイートがですね、大変話題になっておりまして、まあ いろいろありましてですね、私がこの方とちょっとね、あの DM の方でやりとりの方をさせていただきました。年明け以降ですね、ちょっとお電話でお話をさせていただくということになります。今後内容次第ではですね、はい、我々 NHK 等の関係者何人かとね、協力をして何ができるかも含めてですね、ちょっと考えていこうと思います。 協力者として検討しているのは、次の統一地方選挙 nhk 党でまあ、新宿区から立候補予定のね。西照寺、信也さんとですね。あとは nhk 党におけるですね。まあ、生活保護の専門家であります。船橋市議会議員の小川祐樹さんにまあ、ご協力を検討しております。ちょっとね。あのこの方、このツイートがまあ相当バズってですね。かなり反響があったということで、dm もたくさん来て。まあリップもたくさん来てという。あとまあ、誹謗中傷みたい。な のもね結構たくさん来たということで、まあ、ちょっとね、お疲れ気味ということで、えー、まあ落ち着いたらでいいので、まあ、電話でお話ししましょうということにまあなっております。ということで、とりあえずコラボに関してはですね、まあ、話題が尽きないと言いますか、今後もまたいろんな話題が出てくるんじゃないかなと考えております。 東京都の委託事業におけるコラボの位置づけについて確認をしておきたいと思います。えー、こちらはですね、はいえー、東京都のウェブサイトの中でですね、はい、東京都福祉保健局の中のですね、えー、東京都若年被害女性等支援事業を紹介したページになります。で、まあ、そこにですね、ちょっと字が見にくいんですけれど、読み上げますとですね、東京都では下記の民間団体に事業の一部を委託し、 東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。ということで、その下にですね、4つ羅列されてるんですね。一般社団法人コラボ、特定非営利活動法人ボンドプロジェクト、特定非営利活動法人パップス、一般社団法人若草プロジェクトということで、このね、東京都若年被害女性等支援事業というのが、ああってですね、それに4つの民間団体が関わっているということです。 お話でございます。ということで、まあ、この中の一つがね、えー、コラボということになります。今回のコラボに関して積極的に追求をされているひまそらあかねさんが言うにはですね、本命はですね、先ほど紹介した一つ、まあ本命というかね、あのー、コラボはですね、むしろマシな方じゃないかというお話なんですね。コラボは、えー、若年被害女性の支援をですね、結構頑張ってる方なんだけど、いやいや、ちょっと他のやつはどうなんだということをですね、まあこの そのツイートをですね、えー、ちょっと紹介します。えー、序列1位、2位、3位、4位というのがあってですね、コラボはこの中では一番頑張っているらしいですね。なのでおそらくひまそらあかねさんはですね、まあ、若草プロジェクトも、ボンドプロジェクトも、まあ、パップスもですね、おそらくすべて え、コラボも含めてすべてそれなりに調べておられるということで、多分ね、あの、住民監査請求もこれらに関しても出されている可能性が、まあ、それなりにあるんじゃないかなと思われますということで、 まあ、ひまそらあかねさんのですね、まあ、ひまな空白っていう YouTube チャンネルを見ますとですね、若草プロジェクトであったり、他の、まあ、ボンド、パップスに関してもですね、解説動画がまあ,ありますので、そちらの方も見てもらえたらなと思っております。